刊花田編集長の花田和之です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組です。今夜のゲスト、今年第1回ですが、加藤清隆さん、今年のですね、はい、まあ、政治状況をずっとこう、はい、展望していただこうと、はい、こういう企画でございますけど、はい、年末になんか総理と飯を食ったという。ああ、そうです、そうです、はい、同棲には出ていないけど食ったと。同棲に出ないと、はい、ようにしてるという、つまりね、総理がですね、はい、気楽にいろいろ話をしたいということで、と、ね、はい、いうことははっきり言って外では食えないんですよ。まあそうですね、出口で待たれてますから、バレないところでは大体限られてくるんですけど、そうですね、はい、その中で、まあ、今日お元気でしたか。あ、元気で、もうね、うん、第一番のニュースはそこですよ。うん、とにかく全然めげてないというか、お元気でした。あ、そうですか。はい、うん、驚くほど。私も年末にインタビューも常連さんとしましたし、飯も食ったんですけど、まあ、お元気ですよね。元気です、元気です。はい、それでこの後多分出ると思うんですけど、はい、韓国の話とかもちょっとその場で総理がおっしゃったことをパッと今回のことつながってるんです。それはちょ、そこだけ紹介できてほしいと思ってます。そうですね、今日まず韓国の話からね、まあ、はい、この1年間の展望の前にですね、はい、今韓国がですね、10日にムン・ジェイン大統領がインタビュー新年のやりましたけど、会見をしましたけど、まあなんかとんでもないことを言っておりました。こっちが言いたいようなことを言ってましたね。はい、ムンさんに関しては、うん、まあ、今回の例えばレーダー照射問題だけではなくて、はい、もう昨年の後半は全てですね、例えば、ヨーロッパをずっと回っていらして、はい、英独仏主要国の首脳に会って、全部北朝鮮の経済制裁を緩和しろと言って回って、全て拒否されて、それで挙句の果てにブエノスアイレスで G20 の首脳会議があって、それでなんと韓国からですよ、チェコに行くんですよ。チェコったらチェコの大統領は今度イスラエルに行っていなかったんですよ。ああ、そうなんですか。で、何のために行ったのって後でよくよく聞いてみたら、韓国の大統領機に乗って平壌に一回行ってるから、平壌に入った飛行機は6ヶ月間アメリカ国内に入国できないんです。そうなんですか。そういう決まりがあるんですよ。あ、そうなんですか。それ初めて。ということは、アメリカに入れないからしょうがないから、チェコ経由で地球反対側回って行ったんですよ、 G20 に。そうなんですか。まあみっともないというか、それでしかも G20 の時 の、 皆さんの写真撮りますよね、はい、あの時大統領だから一応真ん中辺に、の2列目にいたんだけど、まあ被災国の大統領あるいはトランプ大統領、はい、そのっていうか被災者の隣にまず安倍総理がいるわけですよね。そうだね。まあ、来年が、まあ、日本が主催ということもあるけども、まあまあね、しかしそれにしても、やっぱり安倍さんのやっぱ国際的な地位の、ね、今高さ重要性ということを比べたら、文大統領は後ろの方で誰も声かけてないのが一目瞭然でしたよね。つまりね、国際社会から今ね、韓国はもう相手にされてないというのはこれははっきりしたと思いますよね。まあ、日本も相手にしたくないですよね。はい、してないんですよ、だから。で、今まではですね、これまでは簡単に言うと友好国の扱いをしてたんですよ。それが去年一昨年ぐらいから違うぞということで、外交政策なんかでも友好国の表現を全部取り下げてるんですよ。で、今度のそれで徴用工 の賠償の問題、それから今回のレーダー照射の問題で、敵対国の可能性ありという判断に切り替わってて、もうこれは日本政府はもう徹底的にやり込み始めたんですよ。これはね、韓国側はどこまで真剣に受け止めてるか、まあ大統領のあの会見のあの言い方じゃまだあんまり真剣に思ってないのかなと疑ってしまいますね。レーダー照射に関して言うと、はい、まあ、その最初にね、はい、ミスだったと、謝ればよかったという説もあるんですけど、はい、そうだと思います。逆にしかし、いや、もうあれは意図してやったことだという説もあるんですが、加藤さん、どういうふうにご覧になりますか。まずですね、実務者というか当事者同士の間であれば、ああいうことはたまにはあるらしいんですよ。その時はもう我々申し訳なかったと平山に謝れば、大体現場で終わりなんですよ。で、その説も別に僕は嘘だと思わないんですよ。ただずっとその後見てると韓国側の証言が全てひっくり返るんですよ。つまり嘘をついてるわけですよ。で、その度また嘘ついて、ずっと嘘の積み重ねをやってくる。そうすると、日本の EEZ 内で、
韓国の軍艦ですね、駆逐艦と、はい、それから警備艇っていうか、あの日本の海上保安庁の相当する、警察と、それと北朝鮮のそれで漁船がいたんですよ。で韓国側の説明は最初、北朝鮮漁船を救助するためにって言ったんだけど、その日は全く海穏やかな、すごく晴天で、しかも日本側の撮影の映像には北朝鮮の船と見られる船がすぐ近くにもういるんですよ。そうすると救助仮にしたとしても後であり、それをなんで日本の P-1 哨戒機にかけてレーダー照射する理由がないですよ。あるとすれば現場を見られたくないから追い払うためにレーダー照射したのではないかと言われているわけです。でも日本の EEZ 内のことですから、本来から言えば国際法違反は明らかにあちらがですね。現場を見られたくないっていうのは何ですか？なんか後ろ暗いことがあるんだろうと言われて、大体韓国の駆逐艦は軍艦機をつけてなかったんですよ。後ろの方に軍艦機をついてなかった。これまた国際法違反なんですよ。つまり何か後ろめたいことがあったんだろうと言われて、まあ一番言われてるのは、韓国の軍艦から、北朝鮮 の, その漁船、これも偽装漁船の可能性あるんですけど、瀬取りって要するに燃料を海上でこの、供給してたと、おそらくそうではないかと、あるいは違うものを物資を渡してたと、その現場をたまたま見られてしまったという説が一番強いんですよね。それだとすればこれは、当然、国連制裁違反ですから、そうですね、違反行為を堂々とやってたということになるわけですから、まあ、追っ払ったということになれば、非常にこの辻褄が合いますよ ね、 まあ、そうですね、そこはね。一方の徴用工、これもですね、エスカレートするばかりで、ついに差し押さえまでなりましたけどね、株の。どうなんですかね、これどういう決着になるんですかね、これは。いや、決着の仕方はちょっと現時点ではよく分かりませんが、少なくとも、最初の三菱重工住金に関して言えば、少なくともまず徴用工じゃないわけですね、そうですね。これは安倍総理が国会答弁で言ったように、ね、単なる応募に応じた人たちなわけですよ。で、仮に戦時労働者ですね。そうそうです、はい、戦時の朝鮮半島労働者と政府は一貫して言ってますけども、そうだとして仮にですよ、まず詳細知りませんが、終戦のどさくさの中で給料未払いの可能性は確かにあるんで、それならばそう言ってくれれば払うんですが、これはだけど1965年の請求権協定によって、本来は日本が名簿を提出してくれれば日本が直接支払いますよと日本が主張したのにかかわらず、韓国側はいやいやこちらでやるから一括してくださいという、あちらの強い主張でまとめて払ってるわけですよ。でその絵を終えた後で、これは最終的かつ完全にもう終了したということを宣言して、その協定に署名してるわけですから、払う必要があれば韓国政府が払わなきゃいけないです。言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。求心力が働いているのがアジアであるならば、私たちはこの地域安全保障の枠組み、今世界はこうどっちかというとその遠心力で離れつつあるけども、ここで一つ求心力を作っていくということは不可能ではないかもしれない。皆さん本当に今日本人の頑張り時なんですね。頑張らなきゃいけない。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンデマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々972円または1年で1万800円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて、桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。
皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。今一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞く右向け右という番組です。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田長所なるものをね、そのしかもその長所を公開しろっていうことをね、他の長所も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うにその長所をじゃあ朝日が入手してね公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田長所を公開したらいいじゃない、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。